上陸。ということで、今回のガンツベは北海道函館からお届けします。実は函館にも基地があったんですね。では早速行ってみましょう。函館基地隊通信員馬場二曹です。出身は宮城県です。まずは函館基地隊の紹介を馬場二曹が行ってくれましたよ。馬場二曹、よろしくお願いします。函館基地隊は大港地方隊の部隊として2つの警備所と2隻の掃海艇により周辺海域の警戒に当たっています。こちらは実際に近隣で見つかった機雷です。これを処分するのが掃海艇です。馬場二曹、紹介ありがとうございます。ところで馬場二曹の服装はもしかして、この服は妊婦服なんですけれども、私は妊婦でありまして、この夏に出産予定です。海上自衛隊は妊婦でも働きやすい環境にあります。出産後は元気に戻ってきます。皆さん待っててくださいね。馬場二曹、仕事と育児の両立応援しています。続いて第45掃海隊に所属する掃海艇青島を紹介してもらいました。掃海艇青島、掃海員松浦三曹です。出身は北海道江別市です。掃海作業を行う際は水中処分員と連携し任務を遂行しています。掃海艇の任務は機雷を処分し航路の安全を確保することが任務となる艦艇です。掃海艇青島は金属製ではなく機雷に反応しないよう木造でできています。では実際の訓練の様子を見てみましょう。こちらはEMD による処分の様子です。 EMD とは水中の機雷を捜索・処分する際に使用する装備で、カメラ・ソナーなどが搭載されており、光ファイバーケーブルを用いた有線遠隔操作で高層帯を機雷に近づけ、成型削薬弾などを起爆させることで機雷を処分します。弾頭という名前の通り、実弾はワンショット型の高層帯であり、識別のため訓練型は黄色、実弾は黒に塗装されています。続いては水中処分員による沈底機雷処分の様子です。水中処分員は EOD と呼ばれています。水中処分員が機雷を捜索し、直接機雷に爆薬を装着して処分します。機雷の処分、水柱がすごいですね。危険と隣り合わせの訓練です。厳しい訓練ではありますが、訓練が終了し上陸した後には家族の元へ帰れるため、メリハリのある職場環境となっています。護衛艦等に比べ船体も小さく乗員も少ない人数ではありますが、活気に満ちあふれる楽しい職場です。今回の缶詰はここまで。次回は青島の水中処分員 EOD による機雷処理訓練の様子をお届けします。ぜひご覧ください。チャンネル登録よろしくお願いします。